ビクトル・フォン・ラティボル・ウント・コルバイは、ドイツの旧諸ーエンローエ・シリングス・フィルスト家の一員で、シュレージエンのラティボール公爵家の家督相続人。前名は、ビクトル・アルブレヒト・ヨハンネス・ヨーゼフ・ミハイル・マリア。ラティボール公爵及びコルバイ公、ビクトル・三世と、その妻でエッティンゲン・エッティンゲム及び、エッティンゲン・シュピールベルク公、フランツ・アルブレヒトの娘で、あるエリーザベトの間の第四子。 長男として生まれた。父が1923年に公爵家の当主になるに伴い、その啓子として公正師の称号で呼ばれた。1939年のドイツ軍によるポーランド侵攻作戦に国防軍第一軽機構師団に解消第11戦車部隊所属の少尉として参加した。侵攻作戦が始まって間もない9月18日、ウッチ県の小村。 ポチェハにおいて、LT-35 系戦車3台で走行中に、ポーランド軍の TKS 豆戦車1台と戦闘になった。TKS に登場していたのは、ビエル・コポルスカ級兵士団所属の戦車エース、ロマン・エドムント・オルリクであり、ビクトルの率いる小隊の戦車3台はすべて、破壊された。ビクトルは、他の乗員たちと共に全身に火傷を負い、数分後に生きえた。 家督は、親戚のメッテルニヒビン・レブルク公爵家に養子に入っていた実邸フランツ・アルブレヒトが継ぐことになった。ありがとうございます。